天候です。曇りの両走路、走路温度が33度、風速2メートルです。気温が27度となっています。さあ、場内ではこの後、優勝戦出場選手の紹介が始まります。ご注目いただきましょう。選手が到着しましたら、どうぞ皆様、大きな拍手でお送りくださいませ。すごいですね、この伊勢崎場内の空気感、みんなで一体となって声援を送りましょう。さあ、まずは1枠から4枠までの選手、こちらに到着されました。そして5枠から8枠までの4名も到着されました。徐々に熱も高まってきました。選手の皆さん到着されましたので、皆様大きな拍手をお願いいたします。さあ、永井選手、池田選手、そして高橋貢ぐ選手もこちらのステージに上がってまいりました。さあ、それではオッズパーク杯 SG 第20回オートレースグランプリ優勝戦出場選手の紹介です。まずは1号車 G1 ナイターを制した高愛称のソロで、今度は SG 初制覇へ挑戦、通算500勝達成もかけて岩崎良一選手、どうぞ前の方へお願いいたします。一言意気込みお願いします。みんなと同じぐらい出走タイムが出たら勝ってください。お願いします。岩崎選手、頑張ってください。続きまして2号車です。 SG 優勝戦3度目で3度目の正直となるか、 SG 最年少 V はもうすぐ目の前、鈴木圭一郎選手、いいスタート切って、最後まで逃げたいと思います。お願いします。鈴木選手、頑張ってください。続きまして3号車です。準決勝ではしびれる走りを披露し見事な勝利、真っ赤に燃える勝負服でグランドスラム達成なるか、中村雅人選手、さあ、こんばんは、とにかく全力で走ります。応援よろしくお願いします。中村選手、頑張ってください。続きまして4号車、ここまで気力、スタート、安定した動き、さすがは次期ナンバーワン、 SG オールスターに続く2連覇目指して青山周平選手、皆さんこんばんは、一先でまだ優勝がないので一生懸命頑張ります。応援してください。青山選手、頑張ってください。続きまして5号車です。昨日同様センター枠から飛び出して粘りを発揮か、初のビッグタイトルへ新井啓太選手、皆さんこんばんは、伊勢崎支部の新井啓太です。レースになったら先輩も後輩も関係ないんで思いっきり走ります。新井選手、期待してます。続きまして6号車、今回整備に苦しみながらもしっかり立て直しきっちり優出、昨年のリベンジ果たし今年はファンと共に喜びを、永井大輔選手、皆さんこんばんは、川口支部となりました永井大輔です。とりあえずかまして池田さんを連れていけるように精一杯スタート切りたいと思います。応援よろしくお願いします。永井選手、期待してます。続きまして7号車、3月には記念タイトルを獲得したここ伊勢崎バンクで、今回は SG の頂点しか見ていません、池田正和選手、こんばんは、大輔より先っきです、連れていくのは三嗣さんだと思います。お願いします。い
いいですね、連携プレーができてます。そして8号車、運を味方につけ優勝戦進出、地元ファンの声援を力に変えて、今日は運ではなく実力で久々の SG 制覇へ、高橋貢選手。皆さんこんばんは。先ほど、心強い池田君に言ってもらったので一緒に乗っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。高橋選手頑張ってください。さあ、これから始まる10周回の戦い、その主役を演じるのがこちらにいる8名の選手たちです。今一度盛大な拍手をお送りください。それでは選手の皆さんの前を、ということで優勝選手の、紹介ご覧いただきました。すごいファンの方でした。ファンの方ももうすでにマックスに盛り上がっていらっしゃる、そんな感じですが、どうぞ12レース優勝戦たっぷりとご覧いただきましょう。